はい、皆さんこんにちは。アンカーは新製品ラッシュですけども、まあ、全部は買わないですけど、気になるのがもう一つあったんで購入しています。で、こちらはね、20W の USB-C 充電器なんですけども、金属の部分が畳めるタイプが出たということなんで買ってみました。サイズ感とか使い心地どんな感じなんでしょうか。はい、ということでこちらアンカーの新製品パワーポート 320W ってことで、これがねパワーポート3ナノ 20W ってやつで、まあこれとどう違うのかというねところで、まあ、折りたためるというねことは分かっていますけども、パッケージ開けております。でこちら、開けてみてね分かりましたけど、これね一回り大きいんですね。前のサイズのまま畳めるようになったわけではないようですね。まあこちら比べてみますと、このようにまあ、残念ながらね、これサイズの方はこのぐらい大きさが違うってことで、まあこの畳める機能があるかないかで、まあやっぱりサイズの方はね変わってきてしまうんですね。でこれ実測してみた結果がこうですけども、まあだいぶねサイズ違くて、でこの一番右の黒いやつ、これ先日ご紹介した 45W の窒化ガリウムのとほとんどね同じサイズというね感じになっております。いやこれ確かにね、製品名見るとナノって入ってないからナノの後継ではなかったってことでね、まあこの点ちょっとね私は当てが外れた感もありますけども、ただこの一番小さいやつが折りたためないことに不満があった方にとってはね、今回折りたたみ式ですから、まあそのあたりはねとてもいいです。ただしこの 45W とサイズがかなり近いですからね、まあ価格の方がこの黒い 45W のは3390円ですから、まあこっちは2000円ってことで、まあそのあたり、まあ用途によってね変わる感じにはなってきますよね。でまあサイズ感で言うと、こっちのナノの方はアップル純正の 5W の USB Type A とまあ同じぐらいでしたけども、まあ、今回のはねアップル純正の 20W との比較で言うと、でまあこちらは折りたたみもできないし幅もあるってことで、電源タップなんかでね干渉とかありましたが、これよりね幅が狭いので、そのあたり使い勝手いいかもしれません。後で試してみます。でまあ、他に MacBook の13インチとかが視野に入ってくる方はね、65W のパワーポート3なんていうのもありますが、まあ、そのあたりも選択肢になってきます。今回のはまあ iPhone、iPad 用と思った方がいい 20W でしょうか。で、重量をね、測ってみました。こちら新製品のパワーポート 320W、これが 54g。で、小さい方ですね、こちらが 30g となっています。全然軽いですね、こっちのが。でこれ純正アップルの 20W が 61g、 そして先日ご紹介した 45W、 これが 67g で、これ 65W の安価、これが 97g となっています。はい、それでアップル純正 20W との違いですけども、まあ折りたためるか畳めないか以上にこの幅の違いっていうのはね大きいんですけど、まあ、こういった一般的な電源タップって、まあこの隣同士の幅ってまあ大体決まってると思うんですけども、これがね、このアップル純正のってこういう方向で、まあ大概ね、両端が潰れてしまうっていうね、使えない状態になっちゃうんですよね。で、まあこの端っことかにやっても、まあ一個ね、潰れてしまうということでね、不便をしていたわけですけどね、これ入っていかないわけですよね。これ本当ね、良くないんですけど、で、今回のね、アンカーの場合には、じゃあどうかというと、これが横幅 35mm ですから、まあ、この 42mm 以上あるやつと比べるとね細いんですね。だからこうやって入れても、まあ、この枠線の中には収まってないものの、左側とか、まあ、別のコンセント、まあ、普通のケーブルをつなごうとした場合には干渉しないというね良さがありますね。でまあこれ隣にナノだったらつけることができるという良さがあります。ただまあこの黒いやつと2つは並べることできそうもないですけどね。でアンカーはこういう折りたためるタイプで平べったやつなんかもありますが、これの場合も左右とね干渉するんで、まあこういうタップ向きではなかったわけですけども、まあこれ 65W のやつ、これなんかね幅 30mm ですから、これね一番干渉しないタイプってことで、まあアンカーはこの折りたためないタイプについてはできるだけ幅を細くしてるみたいでね、まあこれなんかだとちょっとこのタップのピッチよりはね幅が広いですからね、まあ、これでまあ真ん中に普通のケーブル挟んでギリギリ OK というね、まあそんな感じの設計となっていますね。
で、まあ、出力の例を、ね、お見せします。まずは iPad Pro の11インチ2020年モデルですけど、残量が 67% ぐらいです。で、これを今回の PowerPort 3 20W につなぎますと 18W ぐらい、ね、出ている感じでしたね。まあまあ目いっぱいに近いです。で、あとは iPhone 12 Pro Max、 こちらは 2% 残量ですけども、これが 18.5W 前後出ている、まあ、これも結構な目いっぱいな感じになっていますね。まあ、Max だと、ね、結構 20W に近づくんですね。で、ちなみに12 mini の場合にはこれ 2% 残量ぐらいですけど 13W 強と若干、ね、下に触れています。はい、それで iPhone 12 mini の1から 100% フル充電を行っています。 1% からこちら充電を開始してストップウォッチの方を回し始めたという感じです。で、30分後です。ちょっとピンが甘いです、すいません。 52% ということで、まあ30分で 52% というパワーデリバリーの、まあ、高速充電の規格に近い、ね、数値が出ています。で、1時間後ですが、これが 82%、 まあ大体こんなもんでしょうね。で、その先1時間半後ですけども、ここで 97% になっています。で、1時間35分のところで 98% になっていまして、で、 99% を確認できたのが1時間40分のところでした。で、その後1時間42分のところでも 99% を確認していましたが、映像なしで1時間43分で 100% が確認できたという感じなんで、で、まあ、過去にあった純正の 20W での計測ではだいたい1時間40分でね、終わっていましたから、まあだいたいそんなもんだろうというね、まあ、誤差の範囲内でしょうか。まあ、ただし先日 45W で測った時には1時間35分で 100% になりましたからね、まあ、このあたりはちょっとね、出力で違いが若干出るという感じです。はい、ということで最小サイズと言えるほどの、まあ、このアンカーの PowerPort 3 Nano の方はね、まあ、このむき出しになっている部分にこうキャップなんかつけなきゃいけなかったのが、まあ、今回のやつは折りたたみ式ということで、まあ、そういうのね気にする方にとっては、まあ、とてもいい製品になっていると思います。ただまあその分ね、サイズが、まあ、この先日ご紹介した窒化ガリウムの 45W とほとんど近かったということで、まあ、このあたりね、まあどうせ買うなら 45W っていう方はですね、まあ黒い方を買った方がいいという感じで、まあ今回のやつはまあ iPad、iPhone しか使わないよという方向けなのかななんていうね、ところはね、あるでしょうかね。まあそんなんで、PowerPort 3 Nano と比べますと同じ 20W でもちょっとね、畳める分大ぶりになっていましたが、まあこれもアンカー全体のラインナップの中の一つということで、まあ、ユーザーの方がね、どういうものがいいかっていうのが、まあ、あればですね、選べるようになっているというね、ことかと思います。まあ、少なくとも純正の 20W よりも使い勝手が全然いい製品なのではないかと思うんでね、まあ、そこを買うのであれば、今回のものをね、選択肢としてもいいのかもわかりません。まあ、個人的には畳めなくてもいいので、左端のナノのが一番良かったですけどね。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。